皆さんこんにちは。現在、続々とジャニー喜多川さんによる性被害を受けた元ジュニアや、元ジャニーズグループメンバーが明らかになっていますが、そんなジャニー喜多川さんに見放された人や、一時でも嫌われていたとされる人物が存在します。今回はそんなジャニー喜多川さんに見放されたアイドルたちを紹介していきます。一人目は、山田涼介さん。2004年にジャニーズ事務所に入所。山田さんがまだジュニアだった頃。 見放されたと思っったた瞬間があそそうですそれは突然ジャニーさんから電話がかかってきたときのことユー今どこにいるの。という、ちょっと怒った声色で聞かれたそうです。そして、その後に、ユウのこともう嫌いだよと言われて電話を切られたんだとか、なぜそう言われたのか理由が分からなかった山田さんは、その理由を聞くと、間違いがジャニーさんに伝わっていたことが分かったそうです。 この電話のやりとりでジャニーさんを見返してやろうと心に決めたと、徹子の部屋に出演したときにおっしゃっていました。しかし、突然嫌いと言われたときには、もう何も来ないだろうな。社長に嫌われたから、とショックを受けていたとのこと。数年後、滝沢秀明さんの舞台でソロで踊ったそうですが、公演が終わると楽屋までジャニーさんが来て、言う最高だよと抱きしめられたんだとか。その時にこのに、こ人、 わからない人だな、い人人だと思ったそうです。二人目は、藤ヶ谷大輔さん。1998年ににジャニーズ事務所に入所入所間もない頃レッスンの帰りにやんちゃしていた先輩と一緒にいるところをジャニーさんに見られ「ユウはヤクザになっちゃったの?」と説教をくらったんだとかまたジャニーさんから食事の誘いがあっても嘘をついて断ったことがあってその結果冷遇されることになってしまったそうです。また、 二十歳の時に滝沢秀明さんの舞台で弁慶役を演じた時にはユウは身長がでかいから僕には見えるユウは必ずこの舞台で足を引っ張るそれは最悪だからねと言われたんだとか結局その舞台でジャニーさんに褒められることはなくもう次はないだろうと思っていたそうですしかし2年目を迎え時にジャニーさんがタッキーが素晴らしいのはみんな分かってる とにかくこの舞台は弁慶が素晴らしいから弁慶を見てくれと周囲に伝えていたことを知りその後は数多くのドラマや舞台映画に出演しています3人目は中島健人さん2008年にジャニーズ事務所に入所中島さんといえば王子様のような雰囲気を醸し出し笑顔も魅力的でファンもいつもドキドキされっぱなしとのイメージがありますがその笑顔に対してジャニーさんは「 You の笑顔は気持ち悪いと言われて笑顔を禁止にされたことがあったそうですデビュー当時の中島さんは真剣な眼差しだったりクールな印象があったりしましたがそれはジャニーさんによる言葉が影響していたようですねその影響もあってどんどん痩せてしまってストレスを感じていたんだとか SNS 上でもジャニーさんには「良いことも悪いことも言われたと思う」とジャニーさん目線でのコメントも投稿していました このようなエピソードがあったことでジャニーさんからは嫌われているのではと言われていますしかし中島さんといえば素敵な笑顔が印象的なのでこれからもその笑顔を絶やさないでほしいですね4人目は松島荘さん2011年にジャニーズ事務所に入所松島さんは入所してから1年も経たずにセクシーゾーンでデビューすることになったため注目を浴びていましたししかし 他のメメンンバーーよよりり衣装や立立ち位置、パフォーマンスににおいてカメラ割ななど、差が目立つようになります。7枚目のシングル発表時にはセクシーショーとセクシーボーイとして活動するという予想もしていない発表がメンバーの佐藤さんが直談判をしたり中居正広さんが5人で仕事できるように事務所に伝えていたこともあったのでその状況はメンバーが望んだことではなく事務所の意向が強かったのではないでしょうか。 3人体制と発表されてから約1年6か月ぶりにセクシーゾーンは5人で活動することになりましたがとある番組では MC 側に回ることも松島さんはほとんどジャニーさんとのエピソードを語られていなかったこと松島さんへの待遇を考えるとジャニーさんに嫌われているのではと思うファンがいたことにも納得できますね5人目は増田孝久さん。1998年にジャニーズ事務所に入所 増田さんは以前カラオケで歌を歌った時にジャニーさんから「ユウの声は面白いね」「ユウは歌を歌った方がいいよ」と言われたことがあるそうです褒められたことで歌に対しての意識が変わったんだとかしかしその後3年 B 組金八先生のオーディションを受けジャニーさんから合格発表を聞かされた際に「ユウとユウとお前」となぜか増田さんだけ「お前呼ばわりされたそうですその他にも あいつとも言われたことがあったんだとかジャニーさんとの不思議な関係性もあることで知られており数々の伝説もあるのでそんな二人の関係性があったことでジャニーさんに嫌われていたのではと囁かれています6人目はマリウス洋さん2011年にジャニーズ事務所に入所ジャニーズ史上最年少でセクシーゾーンでデビューしたマリウスさんですが他のメンバーより活躍は目立たず 松島さんと同様にに衣装に差があったそうですそして7枚目のシングルを発表した際にはセクシーゾーンから外されセクシーショーとセクシーボーイとして活動を発表これらの礼遇をきっかけに嫌われているのでは扱いが違いすぎと事務所に対して疑問を持たれる声が多かったそうですセクシーゾーン3人の活動から5人での活動が再開することもありましたがマリウスさんは体調を崩して活動を休止 活動復帰も期待されていましたが2022年に事務所を退所しセクシーゾーンからも脱退されたことを発表しています7人目は河合さん1999年ににジャニーズ事務所に入所入河さんは顔にコンプレックスを持っているそうなのですがその理由はジャニーさんに言われたある一言が影響しているそうですジュニア時代のあるコンサートが終わって楽屋に戻った時ジャニーさんに「ユーサー」 顔の下半身がブサイクなんだよ。と言われたんだとか、河合さんは選んだのはジャニーさんだろと思ったそうですが、これ以降、自分は場を盛り上げる方が合っていると思い、バラエティ路線に変更したと言います。8人目は、中井正弘さん。1986年にジャニーズ事務所に入所、「M ステ」に出演したときに、マイクを回すアドリブに失敗してマイクを落とすという出来事がありました。その時に 言う何回もやっちゃダメだよ。y うのマイクは入ってないんだよ。と、衝撃的な怒られ方をされたといいます。その事件以来、本番前にはマイクを確認するようになったそうなのですが、マイクに電池が入っていなかったこともあるんだとか、他にも光源氏のコンサートの MC で SMAP が話しすぎてしまったせいで、光源氏のメンバーが飛行機に乗り遅れてしまい、その時にはジャニーさんに、 雄大と言われたエピソードもあることから嫌われていたのではないかとされています9人目は井ノ原快彦さん1988年にジャニーズ事務所に入所ジャニーさんとのエピソードは数ありその話を聞くとジャニーさんから慕われていることがわかりますしかしジャニーさんからあまり良くない言葉を使われていたこともあったんですジャニーズに入所して間もない頃ジャニーさんから「優生形しちゃいなよ」と言われたんだとか 井ノ原さんの名前についてもジャニーさんは基本的にユーと一律して呼ぶのですがカイヒコと呼び間違えたりもしていたそうです正しい名前はヨシヒコだと伝えた時には知らねえよと逆ギレもされたといいます井ノ原さんはジャニーさんは同級生みたいな感じとおっしゃっていましたがこれらのエピソードがあることからジャニーさんに本当は嫌われていたのではとされています10人目は村上信五さん 1996年にジャニーズ事務所に入所村上さんは自身でもジャニーさんから嫌われていると日頃からネタにしていますがそう思わせるエピソードがあったんです横山優さんがジャニーさんをジャニーちゃんと噛んで呼んでしまったことがあったそうなんですがジャニーさんは喜ぶ反応をしていていましたそこで村上さんも同じようにジャニーちゃんと呼んでみると「言う不快だよ」と言われてしまったんだとか あからさまな態度に嫌われていると思っても仕方ありませんね。11人目は、二宮和也さん。1996年にジャニーズ事務所に入所。今でこそ信じられませんが、ジュニア時代は礼遇されていたんだとか、1988年、秋き編で、の連続ドラマに初出演した際、日韓スポーツドラマグランプリでの新人賞は確実だと言われていました。 前年度は滝沢秀明さんが新人賞を受賞しており2番目3番目もジャニーズが独占状態しかし二宮さんは新人賞を逃していますその時受賞したのは今井翼さんでしたが2番目は深田恭子さんで3番目が二宮さんでしたこの結果になんでジャニーズなのに人気ないんだよと激怒硫黄島からの手紙に出演するために丸坊主にして M ステに来た時には「U は出なくていいから MC 席にいなさい」と言われたこともあるそうです12人目は田原俊彦さん1978年にジャニーズ事務所に入所1994年2月に開かれた記者会見で「俺はビッグだから」といった天狗発言をしたことで干されたと噂が立っていますが実は干された理由は事務所の反対を押し切って無理やり独立したからとされています無理やり独立すると 事務所は田原を出演させるならうちの子は出しませんといった圧力をかけていたことからジャニーさんのお怒りを買っていたようですテレビ局もジャニーズと田原俊彦さんのどちらを取るかとなるともうお分かりですよね13人目は森本慎太郎さん2006年にジャニーズ事務所に入所ジャニーさんによる直接スカウトで入所しジュニアの頃から大活躍していた森本さんなのですがある時 田中樹さんにジャニーさんが「ジュリあいつ誰?」と聞いたそうで田中さんが「慎太郎だよ」と答えると「えっユウ本当にブッサイクになったね」と言われたそうなんですその時の言葉に「ショックですよ」「もちろん一応親父だと思ってる人ですからね」と心境を話していました同じメンバーのジェシーさんがその言葉に対して「ジャニーさんよりかっこいいですから」 と森本さんのことを優しくフォローされていましたがジャニーさんが亡くなる最後の会話だったそうなので苦い思い出となって残ったことでしょうジャニーさんのお気に入りと言われていた森本さんなのでその言葉に驚いたファンの方も多かったとされています十四人目は城島茂さん1八十六年にジャニーズ事務所に入所ジュニア時代は他に合宿所に入っている人が少なかったそうなのですが 城島さんは合宿所に長く入っていましたそんなある日ジャニーさんから突然「ユウいつまでいるの?」と言われたそうですまた熱愛報道をされた時にジャニーさんに呼び出され「ユウは私服がダサすぎ」と怒られたんだとか熱愛報道に対してではなく服装で怒られたことには本人も驚いたことでしょう15人目はラブトゥーンさん2016年にグループとしてデビュー 2年後の2018年にはグループの解散と全員の退所が発表されましたジャニーさんのお気に入りメンバーを中心に構成されたグループでしたが全員が退所したのはジャニーさんを怒らせてしまったためと言われていますジュニアと事務所が契約書を交わす時にラブトゥーンのメンバーたちは一度持ち帰ってゆっくり考えたいとして契約書を持ち帰ったことがジャニーさんのご機嫌を損ねることになったというのですその騒動以降 LOVETUNE、e、の露出は減りしかもお気に入りと言われていたメンバーは行方知れずのような状態になってしまい結果解散することになってしまいましたいかがだったでしょうかジャニー喜多川さんに見放されたと思われるアイドルを紹介してきました現在はジャニーさんの性被害に関する話題で持ちきりですがこういった心もとない言動を受けていたジャニーズがいたこともお分かりいただけたかと思います 現在もジャニーズで活躍されている人も退所してしまった人もいますが今後の彼らの活躍に期待していきたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。